はい、えー、おはようございます。3月1日になりました。3月1日になったんで、通常は月間、週間、冷やし、4時間、1時間と順番に見ていきたいところなんですけども、ちょっと今回のね、世界情勢と、あとスウィフトのことについて、ルーブルもかなり暴落したりとか、まあ今ね、あの、まともじゃない相場なんで、テクニカルがちょっとやっぱりね、発動しないですね。で、ここ2週間のファンダメンタルを、 積み重ねていくとテクニカルに変わっていくことはもう十分考えられたんでそういうふうに構えていたんですがここで新しいファンダメンタルがまたねテクニカル全部をねご破産にしちゃったというふうに判断してます今ご覧いただいてるこの急落ねこの動きそんなに大きな金額ではなくて60ピップスぐらいなんですけどもいやこれですらねもうテクニカルのどこも作用してないのにこの動きしてるんですよでこれもそうですよ テクニカルの何も動いいてないですよこの動きってのはファンダメンタルだけでこれ言ってますからねつまりどういうことかっていうと今まで学んできたテクニカルのどれを当てはめても当てはまらない寝動きはしてるんですよですからテクニカルで説明できない、えーまあ、9対1テクニカル、うん、1がファンダメンタルですけどもねその1が続いてるかなってところです、まあ、ですんで今日もお話することは特にありませんあのないところでね無理やり理屈をつけて,ても混乱するばかりですから 判断つきませんっていうのがね、回答になります。今日はそんなところでございます。皆さんもね、混乱するぐらいだったら、相場から離れて、冷静に市場全体を見た方がいいと思います。えー、今日はというところで、FX ドル円解説ございません。はい。じゃあ、またね、明日、明後日になるかわかりませんけども、また、あのー、今、交渉中でしょウクライナ、ロシアが。で、それが明けてからまた大きなね、ファンダメンタルが突き上げると思いますけども、うん、その結果を見てですね、 えもし整うようでしたら、また改めて、月足、週足、日足、4時間、1時間という形で解説して、徐々にテクニカルを戻していこうと思います。本日は以上です。